はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一2レディオ、本日もスタートしていきたいと思います。本日はですね、運動している時に、皆さんが結構勘違いしがちなことというか、結構ね質問を多くいただくことがありまして、それについてのお話をさせていただきたいと思います。以前にも似たような内容で動画を出したことがあるかなと思うんですけれども、結構前だったのでね、改めて、今回ラジオで投稿させていただきたいと思いますので、ぜひ耳を傾けていただければと思います。はい、本日のお話なんですけれども、有酸素運動をやるときのお話です。有酸素運動をやるときに、ジムのスタッフさんとか、有酸素運動の説明を受けるときに、20分以上はやってくださいね、20分以上やらないと脂肪が燃えないんでもったいないですよっていうふうに言われたことがある方もね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。結論から言っちゃうと、20分以上やらないと脂肪は燃えないっていうのは実は嘘なんですね。はい、実はですね、人間の体っていうのは安静時でも脂肪を使ってます。脂肪だけではなくて、普通に生活してるだけで糖質と脂質と、タンパク質っていうね、三大栄養素は体を使って人間というのは代謝をしているわけなんですね。それがじゃあ有酸素運動をし始めるとどうなるかっていうと、もう有酸素運動をし始めた段階で、その脂質、糖質、タンパク質が使われて代謝、エネルギーを出して人間の体っていうのはやっぱり動いていくんですね。で、20分っていうのがどっから出てきたかっていうと、実はですね、20分ぐらい経過した時から脂肪の使われる割合が上がっていくんですよ。僕らの体ってね、機械でできてるわけじゃないので、20分経ちました、じゃあ今まで糖質が使われてて、20分経ったところからカチッと脂肪が使われるようになるっていうのは一切なくって、もう本当にバランスよく糖質、脂質、タンパク質を使って日々ね、エネルギーを出して代謝をして、生活をしてるんです。で、それを有酸素運動をすることによって、20分ぐらい経過したところから脂肪の割合が上がっていくっていう感じになるので、まあ、より脂肪が使われやすい状態を作っていくっていう感じになるんですね。はい、なので、まあ、20分立ってからじゃないと脂肪は使われてないっていうのは実は嘘っていうことになります。似たようなことで、有酸素運動の強度についてのお話もね、ちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、有酸素運動の強度を上げすぎてしまうと、逆にね、脂肪が優先的に使われる状態じゃなくなってしまうんですね。はい、これもね、どこかで聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、強度がね、高くなって心拍数が上がってくると、脂肪より糖質がね、使われるようになります。そうするとね、脂肪の割合っていうのは減ってくるんですけど、ここでちょっと勘違いしてはいけないのが、強度が上がると、単純に消費カロリーが上がるんですよ。まあ、例えば30分運動しました。その30分が、じゃあ脂肪が優先的に使われるゆったりとした強度で運動しましたとしましょう。そしたら、脂肪が優先的に使われてるんで、じゃあ、まあ、脂肪が 60% ぐらい使われてるっていうふうに考えて、まあ、30分でじゃあ200キロカロリーぐらい消費しましたっていう感じになりますね。それで脂肪はね、どのぐらい使われてるかっていう計算をしてみると、まあ、200キロカロリーのうちの、60% っていう感じになるので、120キロカロリーっていう感じになりますよね。はい、120キロカロリーが脂肪として使われています。はい、じゃあ強度高く運動してみましょう。強度高く30分運動しました。まあ結構ね、高強度で30分って辛いんですけど、まあ計算しやすいように30分でね、やってみると、例えば、同じ30分でも高強度で運動すると、じゃあ例えば400キロカロリー消費しました。で、脂肪の燃焼効率は悪いので、さっきの 60% よりは少なく、30% しか、脂肪は燃焼されていません。ただ、30分で、400キロカロリー消費されているので、400キロカロリーのうちの、30% っていうと、さっきと同じ120キロカロリーになるんですね。はい、数字が出てきてちょっと難しかったかなと思うんですけれども、同じ30分運動しても、低強度でも高強度でも脂肪の割合はね、あまり変わらなかった。むしろ、高強度でやった方が脂肪のね、カロリーは多く消費してたっていう計算になる場合もあるんですね。
なので、一概にゆったりとした運動じゃないとダメっていうわけではないんですけれども、まあ、ゆったりとした運動の方が長く続きやすいので、そのね、20分ぐらいから脂肪の燃焼効率が上がってっていうのには到達しやすいかなと思うんですね。やっぱり高強度でずっと走り続けるっていうのは結構大変なんで、まあ、その辺も踏まえてね、有酸素運動はゆっくりやった方がいい、心拍数はあんまり上げない方がいいっていう話がね、出ていったのかなと思います。割合が変わるだけなので、これをやらないと脂肪が燃えないとかっていうわけじゃないですね。なのでね、日常のことに目を向けてみると、普段の生活からそうやってエネルギーはね、脂肪、糖質、タンパク質使われているので、食事制限とかをしてカロリーをね、消費カロリーの方が多くなると、特に運動しなくてもやっぱり食事だけで痩せる方っていうのも多いじゃないですか。それはやっぱり食事で取らなかったカロリー分、日常生活でも、エネルギーを消費してるからなんですよね。ただやっぱり運動することによって、筋肉が必要っていうのを体にね、分からせることができるので、筋肉を維持して脂肪をね、落とすこともできるし、筋肉を引き締めてね、ボディラインを整えたりっていうこともできるわけですね。なので、まあ、食事だけよりは適度な運動と食事、合わせて、体作りをしていった方がいいんじゃないかなと個人的には思いますが、脂肪のね、燃焼のさせ方っていうのはもちろんいろいろありますので、個人のまあ興味のあるというか、好きなこと、長く続けられることっていうのを見つけてやっていくのが一番かなと思いますので、ぜひね、トレーナーと相談しながら続けられる運動というのを探してね、自分に合ったメニューっていうのを組んでいくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はね、数字が出てきてちょっと難しかったかもしれないんですが、以上でございます。はい、脂肪燃焼ね、夏に向けて頑張るっていう方は今からだったらね、結構時間あって、チャンスですので頑張っていきましょう。ということで、本日の話は以上でございます。はい、ということで本日のラジオいかがでしたでしょうか。今週ね、もう一度、ラジオを出したいなと思ってるんですけど、その時はね、以前を出した、ラジオっぽい曲紹介とか、質問読み上げる回とかっていうのを出そうかなと思っておりますので、しばらくお待ちいただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。